の握りが食べそうだった。握りは確かに食べたいかもしれん。もう長いこと食べたい。うん、食べてないね、そういや。ないろ。瓶ながらスーパーライターあるんじゃないかね。いや、今は旬じゃない。瓶ながに旬とかある？マグロ、あれもマグロの一種やけね。うん、これ入れません。はい。さあ、何ができたろう。何ができたろうってどういうこと？こんばんは。うん。おかずがこんな大きいのを出さないか。まあ大は小を兼ねるという。噛んだ。いやいやいや、美味しそう。どうかわからん。美味しいやん、絶対。ちょっとそんな近くに持ってこられたら取れんて。ばあちゃんもこれで取ってみてわかる？あんまり近づかれたら取れん言うのは。わからんか？遊び心がないと、むしろの。いやいや、でもね、あんまり近く来られたら取れんのよ。ほんの全部食べてもダメか。いいね、かぼちゃは美味しい、ほんまに。あの、美味しいこと、この美味しいの、当たり外れがものすごいあるのはかぼちゃ。あ、そう。うん。ただし、これ、A があるわね、ビタミンの。どういうことや。急に A って何やろ、わからん。いや、おばあちゃんも、いいのしじゃないから、あとでしたら対応いらんけど。うん。今度来たら詳しく、ね、教えてもらおうと思うけど。うん、娘が来ない。はい。忙しいの。いや、忙しいの。あんまりこう、あ、ねえ、あ、家庭が別やったら今積極的に会うのも控えた方がいいやな。ねえ、これが美味しそう。あ、ね、ちょうど日暮らしが鳴き出した。そう。うん、これ音拾えるかな。最高に。ソニーやから音いいはずやけど。泣くよ。今泣きやせん。先一発目泣いた。一発目。一発目だよ。一声目。なんていう。わからん。なんというとね。わからん。私にもなりません。泣き言うけど、遠くで泣き言うね。聞こえんかもしれん、これ。え？遠くで泣き言う。あ、そう。うん。あった通り。かすかに聞こえるぐらい。なかなか聞こえんかもしれん。まあ、今日、これは花が綺麗なこと。もう花がないが、さす花が。そう？うん。もう、お花がほら、うん。あの、なんていうかな。うん。ないね、お花がないね。でも焼けてると思う。はい。美味しそうだけどね。うん。泣き言うけどね、日暮らし今3回目。もうわずかな息聞こえんかもしれん。撮りたいけどね、気持ちがええ。ねえ、あれは何とも言えがね。うん、涼しく感じるね。うん、あ、そう、そう。涼を感じる。うん。涼って何？風情？え？風情ということ？涼見たらわからん。わからん。鈴と書いて。ああ。涼という。急に涼とか言われても何のことやろう。何を言うやろわからんしね、私たちは。お父さんも小さいお皿入れてあげると取りにくいね。小さいね。確かに塩分が気にならなかったっていうか、こう、まあ血圧下がったとしても塩分は気にせんといかんの。意味ないやん。トモくんのシャツ取るやん。はい。明日はもう肉じゃが、ゆうとくんだから。はい。肉じゃがと山芋なんだ。うん。お茶。はい。お茶と。手の指をなんとかなふるもんじゃったら直したい。ピアノが弾けない。練習しよったろ。
あんたが今なきの聞こえんかった？近くへないじゃん今日暮らし。聞こえてないね、どうも。これじゃないのでお湯飲みで。それがいい。洗うのが大変。洗うやん俺が。そう。大変と思うけど。いいですよ。もうけどね、後片付けをしてもどうかな、ものすごく助かる。うん。洗うけど。じゃあさっきの話で言うたら、俺洗い休みみたいな。だいぶ前から洗ってくれだしてね、感謝してます。おじいちゃんにさっきあげる。まあ、とねえ、もあの取り入れてもらったらいい。おじいさんもちょっと食欲が出た。うん。これとこれ。読みといて。はい。お父さん、取りに来てください。はい。お皿がどっさり。うん。ご苦労様言わねえか、あんたに。いやいや。行きなさい。行きなさい。もうゆっくりどうぞ。テレビを見たいです。はい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 。これ南京の煮付けね。はい。これ今度久しぶりよ。うん。で、これ酒。はい。塩酒。はい。これはね、はい。あの、玉ねぎとね、はい。玉ねぎときゅうりのマヨ、はい、マヨネーズ。はい。はい。うん。以上です。食べてください。はい。いただきます。どうぞ。くらい。はい。